この度も日暮らしの泣く頃に水たたり殺しを最後までお楽しみいただき誠にありがとうございました。これまでのシナリオとは少し違う雰囲気でお送りしましたが、いかがだったでしょうか。お楽しみいただけたなら幸いです。今回も胸のすくようなバッドエンドだったわね。私個人としては大災害が実際に起こった時の惨劇の描写も欲しかったところだけど、みんなの感想も同じかしら。そんなわけありませんでしたよ。またしてもまたしても大大大バッドエンド。あれれ、バッドエンドって割には兄ちゃんは楽しそうだね。っていうか、もう笑うしかないってのが本音でしょうね。なっはっはっは、毎回嫌な終わり方がエスカレートすると思ったら、とうとうここまで行き着いちゃったわけですからね。みんな仲良しで死んじゃったのですよ。仲良しなのです、ニパー。そういう見方もあるのかな。毎回死んでる僕はもうごめんだな。たまには死なずにエンドを迎えたいね。富武さんって時報みたいな役割なんですよね。富武さんが死んだら、あ、後半戦突入だみたいな。紹介に預かりまして光栄です。どうもどうも。脇役だったわけですが、トータルで見てみるとかなり美味しい役だったなぁなんて思ってます。本当ですわね。脇役にしては出番もセリフも多すぎで、しかもキャラが強すぎましてよ。今後どれだけ出番があるかは分かりませんが、その説は応援よろしくお願いしますね。ありがとうございました。では次に我らが担任、知恵ルミ子先生。皆さんどうもこんにちは。いろいろと登場シーンもあったのですが、今回カレー勝負で目立つシーンをいただきまして、カレーをバカにする人は許せません。ええ、バカになんてしていませんよ。あ、知恵先生に席を空けてあげてください。さて、これでとりあえず全員揃ったね。レナ、また乾杯をよろしくね。では皆さん、各卓のコップをお持ちになってください。お飲み物はいろいろありますよ。本当にお疲れ様会も賑やかになりましたね。今何人ぐらいいるんです？私たちを加えて多分10人くらいはいると思います。未成年人と成年人の人数比がこれでやっと互角かな。これで胸を張ってアルコールが飲めるね。ビールってなんで冷えてるとあんなに美味しいのに、ぬるくなるとあんなにまずくなるのかしら。七不思議の一つよね。なんででしょうね。さあビールを継ぎますよ。 1,2,3,4,5,6。 あれ、
大人は6人でしたっけ。みー、僕も泡麦茶がいいのです。リカちゃんもお酒はダメ。ではレナさん、そろそろお願いします。はいはい。皆さん、ご清聴ですわよ。では皆さん、日暮らしの泣く頃に睡、たたり殺し、本当にお疲れ様でした。乾杯。せーの、乾杯。乾杯。さて、では毎回恒例の今回のシナリオ議論でもやってみますかね。とは言ったものの、今回のシナリオもケムに巻かれっぱなし。意見のある方は挙手をお願いしますね。お、みんな慎重。挙手ないね。私が先陣を切ろうかしら。あの、申し訳ないんだけど、音楽を変えてもらってもいいかしら。もう少しミステリアスな感じの。ああ、これがいいわね。ムードが出まくりなのです。では、高野さん、お願いします。多分ね、たたり殺しのシナリオだけを吟味しても謎は解けないんじゃないかと思うの。そりゃ同感だね。ここまで物語が重なればそういう仕掛けがあることは明白だしね。そんな仕掛けありましたかしら。これが正しい例かはわからないけど、鬼隠しで前原くんが大石さんとレストランで食事をして、それが園崎さんに知られていて不思議だったってくだりがありますよね。鬼隠しだけだと実に不思議な出来事ですけど、綿流しを読めば別に不思議でも何でもないことがわかります。劇中の私が入ったレストランは園崎系列の店だったということですね。園崎一族はこの辺りの飲食店やら何やらを経営しているわけですから。で、ケイちゃんの顔を知る者があの店にいて、それを私に伝えたと考えれば比較的筋は通るでしょ。そういうことだね。日暮らしの物語は微細に異なる場所もありますけど、大筋の設定においては多分4つのシナリオは共通していると思います。例えばキャラクター設定。鬼隠しのレナは怖い人だけど、それは鬼隠しだけの設定ということじゃなくて、レナはレナで4つのシナリオに全く変わらない設定で出演しているということですね。全く変わらない設定というのはどうか。僕がどのシナリオでも常に同じ場所で同じ死に方をするのはその最たるものだね。どんな物語になっても必ず同じ日に死にますですよ。綿流し編でお祭りの最中に高野さんと富武さんが西宮殿に忍び込むというシーンがありますけど、あのシーンも他のシナリオでは描かれなかっただけで起こったことになってるのかもしれませんね。なっているそうです。綿流し当日のお天気や部活の内容、さとこのおじさんの帰宅など、いくつかのイベントを除けばほとんどが共通するそうです。だとすると新しい疑問がいくつか湧きますね。全く同じ環境で語られる物語なのに、なぜああも違う物語に派生するのか。一般的なサスペンスアドベンチャーの視点で考えると、物語が派生する分岐点が存在したってことになりますね。綿流しで言うと、
お姉に人形を渡した、あるいは渡さなかったというあたり？あんな序盤の選択肢1個でバッド確定とは、恐ろしい選択肢だね。では、たたり殺しに話を戻しますと、この場合ですと、おじを殺そうと決意するあたりですかしら。私はずっとそれ以前、同居人の女性がトラブルで失踪して、おじが雛見沢に帰ってくることになったあたりからもう分岐しちゃってると思うわね。では一番最初の鬼隠しの分岐はどこなのですか？やはり劇中の私が登場してお社様のたたりに関する連続怪死事件のことを話すあたりからだと思いますね。今思ったんですけれど、ちゃんと圭一さんがミオンさんの気持ちを理解して、それで大石さんも私のおじさんも現れなかったら、何も起こらずに平和に過ごせるってことなんじゃありませんの？へえ、さとこにしちゃ本質ズバリじゃないのよ。確かに言えてる。じゃあこの暗い物語は、大石さんとおじさんが現れないことを祈りつつ、園崎さんのご機嫌を損ねないようにすればみんな幸せになれるということなのかしら。イエーイ、お姉バッドエンド要因。みんな気をつけてね。お姉の機嫌を損ねるとバッドエンド確定ですよ。何よそれ、シオン、あんたには次は容赦なく痛い目見させてやるからね。泣いて謝ったって許してやるもんか。待てこら。これまでの物語の謎は全然解けないけど、どうやったらこの物語が大団円で終わるかのグッドエンドの推理はできちゃいましたね。本当にそれで幸せになれるんでしょうか。大石さんと北条鉄平さんの不登場、ミオンさんのお人形の件、本当にそれさえ気をつければいいんですかね。そうそう、みんなは一つ大きな最後を忘れてるよ。雛見沢大災害という天災を忘れたかい？天災は防ぎようがないですわよ。村のみんなにガスマスクを配って引っ越しでもしますの？あれはきっとお社様のたたりなのです。だからお社様を怒らせないようにしなければならないのですよ。なっはっはっは、ややこしい話になってきましたね。つまりお社様も怒らせてはダメと。お社様を怒らせないためにはどうすればいいのでしたっけ？ダムの計画そのものがきっとダメなんでしょうね。ダム計画がそもそもなければよかったんじゃないでしょうか。それは難しいわよね。だとしたらお怒りになったお社様を鎮める儀式が必要ね。鬼ヶ淵の沼に捧げ物を鎮める、あの儀式ですね。捧げ物って何をお社様に捧げるって言うんですか？そりゃあ決まってるでしょ。どんな分岐にも関係なく話の流れから脱落が確定している人だよ。どうせ死ぬなら雛見沢のための人柱になってもらわなくちゃね。あー、その脱落が確定している人ってやっぱり僕のことかな。やっぱり次郎さんはこの物語に欠かせない重要な役割の人だと信じてたわ。お役目を立派に果たしてちょうだいね。これで今度こそ
グッドエンドの大団円シナリオの青写真ができましたね。せっかくだからちょっとやってみましょうか。役者は全員揃ってることですしね。いやあ、私が北条おじですよ。はいはーい、行き場をなくしてロンリーブルー。早く雛見沢に帰って、さとこちゃんをお持ち帰りしてじっくり教育。未来はご奉仕メイドですよ。では雛見沢にバイクで帰りますか。キーを入れてカチッと、カチッ。多すぎじゃないかな。今度は私ですか。私の名前はクラウド大石。ジャジーでブルースな感じがだいぶイケてるナイスミドルですよ。そして忘れちゃいけないのが、お姉へのアフターフォロー。ささ、お姉。可愛らしいお人形さんですよ。よかったでちゅね。なんだか納得いかない。で、最後にお社様の怒りを鎮めなくちゃならないと。では、最後のお役目、よろしくね。踏んじばって、すまきにして、吊るして。3日かけて沈めるんでしたっけ？面倒くさいですから、ここは一気に行っちゃいましょう。ガバ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 。これにて、一件落着。みたいじゃねえか。こっちは次回の台本読みで相変わらず忙しいってのに。まあいいや、今日の俺は機嫌がいいから嫌味はなしにしてやるぜ。シオンはいるか？もう行っちまってもいいんじゃないか。あれあれ、今ここで発表しちゃうんですか？とはいえ、もうすでに分かってる人たちもいるでしょうけど、まあいっか。シオンさんとケイイチさんの二人っきりの秘密ですって。なによそれ。聞いてない聞いてない聞いてない。ということです。初登場以来ダントツの人気ナンバーワン。姉妹キャラでも
遅れ登場した片割れの方が絶対に人気が出るってのはギャルゲー全盛時代から決められたお約束ですし。わけわかんねえことはどうでもいいよ。とにかく俺はそのシナリオでは主人公のお役ごめん。風の噂じゃ俺のボイス数を超えてるとか。てっひん、俺の苦労を少しは思い知れ。まあケイちゃんのボイス数は異常ですから、他のシナリオに入れるようになればすぐに逆転されるでしょうけど。でもいいんですの、シオンさん。主人公は毎回ろくでもない最後を迎えると決まってましたよ。まあこれまではね。でもね、次回からは必ずしもそうはならないんですよね。日暮らしの泣く頃に水も今回のたたり殺しと外伝の染め写しで一区切り。ミステリアスな謎を次々と提示してきた出題編はここで折り返しになり、次の章からはこれまでの謎に挑み、そしてさらなるドラマの幕開けとなります。つまり私が名探偵になって理不尽な謎をバスバス解決していく痛快ストーリーなわけです。今のうちから決め台詞を考えておかないとね。あなたを犯人ですみたいな。納得いかない、納得いかない。御三家の秘密に近づきすぎて閉じ込められていたぶられて、悲惨な最後を遂げる役に決まってる。お姉こそ私に全ての謎と秘密を看破されて謝罪の言葉を口にしながら自害なされる心の準備は OK です。お社様のたたりの可能性はなしなのですか。さてそのしーちゃんが主役の目明かしに進むためには新しい警察資料が必要です。はじめからを選んでゲームを開始すると主人公にシオンが追加されているので、それを選んで進めてください。鬼隠し、綿流し、そしてたたり殺し、この3つのシナリオを重ね透かして皆さんにはどんな真実が見えてくるでしょうか。推理はまとまるどころかますますケムに巻かれていくだけ。レナも全然わからないです。